ということで、昨日はだいぶやっつけたの で今日はスタッフも来てくれるので、より、パッパッパッとビシバシビシバシって陣頭指揮をとって仕事を進めたいと思います。あら、あ、どうもご苦労様です。どうもー。あら、また荷物が来た。今度はどこだ。久しぶり。はい、こんにちは、ギアキーパーが久しぶりの入荷をしたので検品したいと思います。吸引力がこうやって軽いやつからちょっと重たいものも釣れるよっていうぐらいちょっと種類があるので、あの分かりにくい方は分かりにくいかなと。あとはこうやってベルトにつけられるのもあれば、あのこういったフック引っ掛けになってるやつもあるわけですね。それで、さらにこれなんかはこのコネクターといって、この先端部分、ここがリングだけのやつがシンプルでスタンダードなんですけど、あのこういった紐になってるのもあると。じゃあそれってなんだっていうと、例えばこうやってあのベルトにマルチプライヤーとかライトとかをポーチに入れた時に、ギアキーパーを横に入れておく時に、こういったあのね、ギアとギアキーパーをつなげるラインヤードっていうんですけど、そういった紐が割と便利なんですね。あとはコネクターとして、まあいいや、今やったやつもミニギアキーパーだけ持ってるよっていう人にも、あのこういったあのその紐ラインヤードのみの販売もしてますし、あとこれはあのスマホとか、まあ、昔スマホ、あ、なんで携帯とかあれでしたけど、紐で通せるやつも別売りでミニギアキーパー用のラインヤードオプションパーツとしてあったりとか、あとはあのここのクイックコネクトが本来ちっちゃいのがついてるんですけど、それだとちょっと指が大きい私なんかはちょっとやりづらいよっていう方は、こういった大型のコネクターに変えるためのこういったオプションパーツもあったりするんです。そんなとこかな。あとはあのこれミリタリー、こうやって警察とか軍に納入されている商品なので、こうやってあのベルクロ式のマウントっていうのは、あのホルスターのストラップなんかに巻きつけたりとか、ベストなんかにもつけたりしますね。あとこれはまああのね、普通に銃、エアガンじゃないか、向こうでは実銃につける用のやつで、まあ、先ほど言ったように最初から大きなコネクタがついてたり、であとランヤードもついてたりしますね。そんなとこですかね、ギアキーパーは。あとこれマイクロリトラクターというのがあって、これカラビナで引っ掛けるタイプ、あとはこれくるくる回るやつ、まあ、私も実はこれつけてたりするんですけど、もうすっかりあのこれね、ずっと使ってたからマークが消えちゃったので、ね、今度新調できますね、これでね、はい、という感じと、あとはあのそんな海外だけではなくて、こういった国内であのこうい
で、あのサイトロンジャパンさんの双眼鏡とか、あとは M728 っていう単眼鏡、これミリタリーグレードのやつですね。まあ、こちらなんかも、なんつうの、結構自衛隊に納入されてるって言いますけど、 SC821 という単眼鏡で、あとはこういった低価格な、ね、単4電池1本使うようなフラッシュライトなんかも入荷しておりますので、あとあれだ、トルーパーズの新ロゴのステッカー、ね、これちょっと、まあ、大きさどうかなって思うけども、まあこんな感じなので、まあね、スマホとかいろいろなんかちょこちょこつけていただけたらありがたいなというやつですね、はい、という感じで、いよいよ4月29日金曜日の11時からオープンということで、営業時間に関しては、一応年中無休、11時から8時まで、ただし臨時休業をする場合あり、その際は事前にあらかじめツイッター等でお知らせいたしますという感じと、であとは新住所なんですけど、こちらの地図通りで、フロンティアさんの近くですけど、なんだっけ、南北線からも近いで、 JR からだと商店街、マクドナルドがある一番街っていう商店街をそのまままっすぐひたすら歩いていただいて、居酒屋とかね、食べ物屋さん周りにいろいろ見えますけど、そういうところには最初は立ち寄らないで帰りに寄る程度にしていただければという感じで、住所は、115-0045 東京都北区赤羽 1-61-11 の1階となっております。ということで、よろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。